東京都知事候補、無所属、富山光一、36歳。反管理教育運動を出発点に、異端的極左活動家となり、今時政治犯として2年投獄され、現在に至るも、反体制知識人。では続いて、富山光一さんの政見放送です。有権者諸君、私が富山光一である。諸君、この国は最悪だ。政治改革だとか何とか改革だとか、私はそんなことには一切興味がない。あれこれ改革して問題が解決するような、もはやそんな甘ったるい段階にはない。こんな国はもう見捨てるしかないんだ。こんな国はもう滅ぼせ。私には建設的な提案なんか一つもない。今はただグラングラン、ノースクラップ、全てをぶち壊すことだ。諸君、私は諸君を軽蔑している。このくだらない国を、そのシステムを支えてきたのは諸君に他ならないからだ。正確に言えば、諸君の中の多数派は私の敵だ。私は諸君の中の少数派に呼びかけている。少数派の諸君、今こそ団結し立ち上がらなければならない。奴ら多数派はやりたい放題だ。我々少数派がいよいよもって生きにくい世の中が作られようとしている。選挙で何かが変わると思ったら大間違いだ。所詮選挙なんか多数派のお祭りに過ぎない。我々少数派にとって選挙ほどバカバカしいものはない。多数決で決めれば多数派が勝ちに決まってるじゃないか。じゃあどうして立候補してるのか。この話は長く一番のポスターを見てくれ。ポスターは2種類あるから、どちらも見逃さないように。私は特に少数派に対する迫害にもう我慢ならない。少数派の諸君、多数派を説得することなどできない。奴ら多数派は